皆さんこんにちは。今日は才能、センスとか才能とかこういったことについて少しお話をしたいなと思います。私の話なのであまり面白くないかも分かりませんけれども、自分にセンスがないなって思うような人はひょっとしたら勇気が湧いてくるかも分かりません。ぜひ最後までお付き合いください。私の話って言いましたけれども、人っていろいろ才能があると思うんですね。卓球で言うとボールタッチがすごくいいとか、体が強いとかね、動きが速いとか、試合で言うとメンタルが強いとかっていうふうに言われる人いたりするんですね。あと頭がいいとかね、そういう才能の部分っていうのもあるに越したことはないんですね。ですけど、まあ私の場合これといって特別な能力があるわけでもないですし、運動能力がすごく低いんで走るのも遅いですし、特別に何かできるものがありますかって言われたら本当に何もないんですね。何もないんですけれども、たまたまですけど全日本で1回だけランクに入ることができました。2回ランク決定戦で負けているんで3度目の正直で入ったんですけれども、どうしてセンスのない人間がそこまでいけたのか、才能のない人間がそこまでいけたのか、才能があるからじゃないのか、みんなに思われてるんじゃないかなって思うんですが、私の過去を知る人からすると頷ける話だと思うんですね。本当にどんくさいですし不器用な選手でしたし、いろんなことを経験することで自分の卓球も体も頭も変わっていったんです。私には一つ他の人にはない恵まれた才能がありました。それは親です。親、私の両親は実はめちゃくちゃ強い人なんですね。母親は世界選手権とか出てますし、ダブルスでは3位とかになってるような人物で、全日本とかもシングル3位とかそんな感じの人で、父親は約2年前に知ったんですけれど、全日本でダブルで2位になったことがあるとかっていう話を聞きました。2年前まで知らなかったんですよ。卓球の話したことがなくって、私小さい頃から卓球やってたんですね。小学校の1年の時に卓球を始めて、その時はペンだったんですね。ペンだったんですけれども、やってる人も少なかったのでちょっとできるようになって、全国大会とか出れるぐらいにはなってました。まあ、バンビの時にベスト8っていうのがありましたけれども、本当に当時は出ている人も少なかったんで、まあ、大したことではなかったんですけれども、そこから全然伸びなかったんですね。卓球もあまり面白くなくなってしまっていたんで、いろいろ変な道をこう行きましたけれども、そんな私を両親はずっと応援し続けてくれてたんですね。両親が強かったっていうと、今だったらバックアップをしてくれて、いろいろ教えてもらって練習してもらって、いろんなとこ連れてってもらって、こういったことは一度もないです。私親と卓球したこと一回もないんですよ。教えてもらったことがないんですね。ですが私の両親はずっと気にはかけてくれてました。母親はね、試合見に行っていいかよく聞いてきたんですけど、子供だったんで来てほしくなかった、あんまりちゃんと頑張れてなかったっていうのが正直なところです。見られるのが恥ずかしかったんですね。ずっと試合も来なかったんですけれども、何年かに1回ぐらいは来てた感じはあります。ですが私のやってる卓球について口出しをしたりとか、そういったことは一切なくて、父親に関して言うと本当に卓球の話すらしたことがないぐらい、興味がないみたいな感じに思われるかもわからないですけど、そういうわけではなくって、わしは卓球知らんみたいな感じでしたね。それがまあ父親なりのスタンスだったんだと思うんですけど、そのおかげでですね、両親が強いっていう状況結構辛いと思うんですけれども、いろんな人にね、お父さんは強かった、お母さんは強かった、まあお父さん強かったって人に言われたことないんですけど、お母さんは強かった、お母さんは強かったって
やっぱり言われますんで、それで嫌な思い、辛い思いをさせたくなかったっていうのもひょっとしたらあったのかも分かりません。その辺はちょっと真意は聞いてないので分かりません。そういう家庭に育ったっていうことが一番大きかったのかなって思います。自分でやる、自分で自分の進む道を決めて自分で進んでいく、それを覚えなさいっていうことなんだと私は思っています。まあ、両親はそうやってバックアップをしてくれていたんですけれども、表面上は何もしていないっていう感じですね。ずっと見守ってくれていました。大学3年生の時にね、全日本が名古屋であったんですよ。私実家京都なので、母親が見に行っていいかみたいなことを言ってたんですね。まあその時はかなり頑張れていたので恥ずかしくなかったんで、あ、いいよ言ってたんです。その時の全日本で私はランク決定戦で負けているんですね。前年の3位の選手に負けてます。結構惜しかったんですけれども、ここまでできて負けたんだったら完全に力不足だなって思うような試合をしました。そのビデオを母親が撮ってくれていて、実家で見ていたらしいんですけれども、全く卓球に関わってこなかった父親が私の試合をビデオで見て、この試合レシーブできてたら勝ってるやんって言ったらしいんですね。それを母親から聞いた時にすごく気にはかけてくれていたんだなって思いました。私が全日本でランクに入ることができたっていうのはかなり運の部分が強いです。努力はみんなしてます、みんな頑張ってます。その中で結果を出すっていうことは運も必要な部分はあります。で、そのチャンスが来た時に自分で掴めるかどうか、掴む実力があるかどうかっていうことが非常に重要になります。だから努力っていうのはすごく大事なんですね。努力を必死に続けているっていうことは大前提になってくるんですけれども、その運の部分で明らかに分かるところっていうのが、大学2年生の時に全日本の組み合わせのスーパーシードの人がダブルスの途中で肩を壊してしまって棄権することになったんですね。スーパーシードまで行ったらスーパーシードとの試合がなくって、いきなりランク決定戦になるのでめちゃめちゃラッキーなんですね。めちゃめちゃラッキーなんで、何が何でもそこまで行ってやろうと、組み合わせも勝てそうな感じだったんで、きっちり勝って、スーパーシードってでかい4回戦から始まるシードなんですけれども、スーパーシードの人が試合をしている間、次当たる相手のことを考えながら練習会場でめちゃくちゃ練習してたんですよ。試合の状況はどっちが勝ってくるのかっていうのね、気になってたんですけど、そんなこと気にしててもしょうがないと、もう一世一代のチャンスだと、あと残りほんのちょっとしかない、試合はその次の日にある予定だったんで、今日中になんとかできるところまで強くなろうと、もう死に物狂いで練習しました。まあそんなんで勝てるようになるかって言われたらならないもんなんでしょうけれど、その時のランク決定戦の相手が関東学生リーグの春リーグの時に勝っていて、秋リーグの時に負けている相手だったんですね。もうその時点でものすごいチャンスを目の前にこう置かれた状態になったわけです。まあその人からすると、私なんかに負けるっていうのはちょっと許せない話になってくるとは思うんですが、もうとにかく考えて考えて、どんな風に戦おうか、何ができればチャンスが出るか、めちゃめちゃ考えて考えて、めちゃめちゃ練習して、間に合うかどうかわからないけれども、やれることは試合のギリギリまでやり尽くして試合に臨んでやろうと思ったんですね。結果結構競ったんですけど負けてしまいました。ですがその練習の仕方を毎日やったら、自分は絶対に全日本でランク入ることはできるっていう確信に近い感覚を得ることができたんですね。でその翌年もランク決定戦で負けているんですけれども、前年にランク決定戦まで行っているので
スーパーシードなわけですね。でかい山なんで4回戦スタートなんですね。全日本始まって何日も経った後にこうみんな一斉に入場してくるっていうような試合に入る感じ、これが自分がちょっと強くなったんだな、そういう仲間入りできたんだなって思える瞬間でもありました。スーパーシードの一発目はうまく勝てたんで、次のランク決定戦は先ほどちょっとお話しした前年3位の選手でした。とても強い選手だったんで、まあ惜しかったとはいえちょっと厳しかったかなっていうのが自分の中での評価です。ですがその時のビデオを見て父親がレシーブがもうちょっとできていればこの試合は全然勝ってるねというような試合ができていた、そのビデオとかもね今でもあるので、まあ、時々見るかな、何年かに1回はちょっと見てるかなっていうぐらいなんですけど、まあ大したことないなっていう感じではあります。そういう経験、ラッキーから始まって必死になんとかランクに入りたいなとかね思えるような練習の仕方に出会う、これもまたラッキーです。強い選手に惜しい試合ができます、これもラッキーだったなって思います。ですが一番のラッキーは自分が好きなようにやらせてくれた家庭環境にあったんじゃないかなって本気で思います。この部分に関してはなんて言い表していいか分かりません。よく結果も出ない自分たちよりはるか弱いレベルでやっている子供にそんなところまで続けさせてくれたなって思います。私が持っている才能っていうのはまあそれなりです。ですが環境としては最高に恵まれたことですね。選手が育つにはいろんな要素が必要だと言われています。個人の頑張りの部分、いいコーチに出会える、親の理解、こういったところがしっかりとマッチしないとなかなか成功しないって言われています。私の場合自分がやることを手抜いたりするっていうことは子供の頃はありましたけど大きくなってからは全くなかったので、それもやっぱり親がね黙って見てくれていたから、ギャーギャー言われてたら多分そうはなってないんじゃないのかなって思います。私生活は厳しかったですよ。私生活の部分は厳しかったんですけど、卓球の部分に関しては本当に好きにやりなさいという感じでした。やりたいんだったらバックアップするよと、そういうスタンスで育ててもらったので、自由に自分の意思でずっとやり続けるっていうことができたっていうことが私のたった一つの才能だったんじゃないかなって思います。皆さんもね、何か一つでも、今のは才能ではないんですけれども、まあ、環境にしてもね、強くなる要因の一つ、恵まれたもの一つでもあれば、そこからこう花がね咲いていくっていうことはあり得る話なんじゃないのかなって思っています。道はね険しいものであったりするとは思うんですけれども、まあ、私の中では自分が好きでやってることなのになんか悩んだりするのっておかしいんじゃないかなって思い始めてたんですね。いろいろ勝てないこととかうまくいかないことにぶち当たった時に、どうして自分が好きなことをやっているのに悩むんだろう、悩んでる暇があったらなんかできるんじゃないのかな、だって好きなんだもん、こんな考え方になってから全然止まらなくなりましたね。でもやっぱりいろんな運があっていろんな人に出会っていろんなことを学んで自分で実践して失敗して考えてまた実践して、こんなことの繰り返しでちょっとずつちょっとずつ成長していったんだろうなって思います。具体的にこれですっていうのは誰にとってもないもんなんじゃないのかなって私は思うんですけれども、本当にいろんなものの組み合わせで人は成長していっているはずなので、自分が好きでやってるんだったら良くないことも悪く捉えないで前向きに前向きに、好きだからやってんだっていう気持ちをね、誰よりも好きなんだっていう気持ちを持ってやり続ければ成功っていうのはそんなに遠いものではないんじゃないのかなって
実体験から思っています。みんな状況は違います。ですんでこうですっていうのは言えません。ただ私にはそんなに卓球の才能はないです、ないんですけれども、いろんな運で、あと自分ができる努力でなんとかちょっとした成績を出すことができましたと。全日本のランキング賞っていうのをね、どこにあったか分からなかったんですけど、どうやら実家にあったみたいで、卓球場を始めるっていう時にね、母親がこれいるだろうっつって持ってきてくれたんですね。そこにあったのかって思いました。そこまで卓球をやらせてもらって、一つ形になるものを手に入れてここまでやりましたと。こんなもんで申し訳ないですけど、これが私の結果ですみたいな感じで渡したんじゃないのかなと思います。大事に取っておいてくれたみたいですね。今卓球場に飾ってますけれども、ただの記念品でしかないんですけれども、私にとって大切なものはいろんな人に出会えたっていうことが、私を育ててくれた大きな大きな要因になってるんで、周りの人をね、皆さん大切にしていただいて、自分の好きな卓球を精一杯頑張ってほしいなと思います。才能がないから何なんだ、才能ってじゃあ何なんだって説明できる人はあまりいないんですよ。あんまり才能ないなと思ってても何の心配もいりません。どこかでぐっと強くなる時は来ます。頑張ってればね、必ず来るんで、皆さんもどっかで運をつかむ、そのために日々努力頑張ってほしいなと思います。きっと夢は叶います。叶えてやりましょう。